にちは、こんばんは。ゲーム動画のコウです。サッカークラブ育成シミュレーションカルトリガー始めていきましょう。今回は10位エルガード欧州戦です。10位って言ってもですね、昨年5位だったので油断は禁物です。なぜか3連敗しますね。チームが弱体化しているのかもしれない。スタメンですが、これに緑に変えて、ユーナを入れていきましょう。いや、どうだったっけな。まあ、緑はちょっと、どうしましょう。を投入しましょう。ここは強いんだからな。普通に手抜いてたし、死にそう。ただですね、強いのはチームの選手だって。まあこれ普通に強いけどな。ただもしかしたら去年ほどじゃないかもしれない。欧州ハットスタジアムです。今はできる窓か。我ら誇り、これですよ。さあスタートです。これならできる。チャンスですよ、早くも。あっと、リバウンド、早くも損したんです。早いですけどね。面白いように決まりましたね。マナミの全体クルミやバーに外してしまうが、それをリカバーしたユーナ、オープンで先制点です。さて、もうマナミナイス、マナミがいい仕事をします。あ、どうか、捉えてしまう。マナミがね、本当にいい仕事。マナミここまで上がってきます。まどか、くるみ、コーナーキックになります。七子が切りますね。いいとこに落としてきた。あ、これ逆にやばいぞ。これ前に出すぎた。いけ、時間稼げ。 OK、 キーパーパンチング。マイアタがすごい。これコーナーキックになりますね。逆にピンチです。出ますか。こちらボールのスローインです。相手のチャージも元々ゴールのチームだけど強い。ちょっとやばいぞこれ。危ない。おお、例えばこのゲームアディクトの作でダビスタがスイッチから出ましたね。マフリーに止められた。ボールが、でもこれは救える。出ましたね。キャラはいいんですけどね、なんか動作が多少重いらしい。読み込みが重いらしい。なんかすぐ行きます。おっと、大丈夫か。いいな。さあ前半も35分、あっという間です。さあマンツーマン、この後はですね、ノアの代々木第一体育館のまあ展望を兼ねた試合になります。ぜひ見てください。ライブ配信で行います。誰？これに、あとちょっと焦りすぎたか。で先制して後半戦です。中盤がちょっと疲れている。ちょっと当たるな。フェアリーかな。
後半戦にならないように2人先に交代していきます。まあ、ここで交代すれば後半の最後ぐらいまでフォーを持ちますからね。ファール9崎と思いきや宮田やばい。もうオキラリーが救いました。ここはマナミだ。マナミが本当にいい活躍をします。これはインターセプトしてしまわない。ファールですね。おっと相手のマンフレディイエローカード。あっともったいないな。ボールキープに徹してほしい。何？これは届かない。え？何？コーナーキックです。ナナコ。出ましたね。コーナーキックに、ゴールキックになりますね。さあ、ここでですね。本気だなぁ。なんか怖いな。交代は成立しません。取りました。これに落ち着いてほしい。チャンスじゃないですか。1対1持ち込んでこれ決められないか。ユーナコーナーキックやります。ここで交代枠を使い切ります。残り20分切りました。お、ミナコイ渡してしまう。ここの怖いな。あと、これ相手、同点に追いつかれてしまう。うわぁ。ちょっとライン上げすぎてるな。ことってできないのかな。今回ラインコントロール失敗ですね。これゴールキックになります。さあ、もう残り5分ですよ。あっという間です。オフサイドかな。あ、なるほど。最低ラストチャンスかな。ほとんど時間はない。パンチング。ちょっと相手に守備が多いが、ここで試合終了。1対1の引き分けですね。1対1。前半4分で早くもこのリバウンドを、マナミが本当にいい仕事をしましたね。この試合はマナミは良かった。クルミがな、なんか良くなかったな。これは仕方ないとしても、これは危なかった。萌が救いに来ます。逆サイドかな。ちょっとこれは厳しいか。ここですよ。絶対的なチャンスだったのに引き離す。ここチャンスなんですけどね。ここが一番くるみ不用意すぎた。なので総直後にラインコントローが上がったところをバイドに切り上げてしまいます。
ンパー棒立ち。セピーチはまだ空気です。これを危なかった。ずっとあのゴール前でやってますからね。いつあの勝ち越されるかっていうピーチでしたね。ボールを支配率、シュートは高いんですけどね、それは敵のカウンターのリスクと引き換えです。8位ですね。勝ち点5、1勝2敗、1勝1敗、2引き分け。ちょっとこれエンコントロールを上げないと。いいゾーンを探していくことも大事かな。選手交代の時しかゾーンが変えられないのがちょっとまずいです。そこでちゃんとゾーンを見直していく必要はあるみたいですね。女性者いません。はい、というわけで次回は6位の武蔵野ホーネッツですね。どういうチームなんでしょうか。昨年は7位でした。選手はそんなに強くないかな。一番あの能力がありそうなのは川上です。この川上に回されないようにってことですね。オールラウンドプレイヤー。あと攻撃陣はこう見ればいいんだけど、攻撃陣は最高 A で S がないばっかりですね。なので川上が自分で決めに行く可能性はあるかもしれない。はい、というわけで課題も見えた、このエルダーが欧州戦になりました。あの12年目やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒でチャンネル登録、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただき